どうも皆さんこんばんは。クラシックギタリストの林翔太郎です。今日はクラシックギター初心者におすすめのおしゃれな曲トップ10を、ご紹介したいなと思います。前回のラジオのコメントにですね、手が小さくてコードが抑えられずに挫折、初心者向けのギターなんてあるんでしょうかという、質問をいただきました。ありがとうございます。ギターのサイズなんですけど、通常弦の長さで表します。650mm、65センチっていうのが一般的な大きさなんですね。で、それよりも小さい64センチとか63センチとか、弦の長さが短くなるので、その全体のボディの大きさも、ちょっと小ぶりにしてあるギターっていうのもあります。ぜひギターショップなどで、試してみるといいかなと思います。で、今日のこのランキングなんですけど、もう本当に僕の独断と偏見によるものなので、このおしゃれっていう基準も完全に僕がおしゃれだなと思うものを勝手に選んだものですので、本当に参考程度にしていただけたらなと思うんですけども、まあもちろん、今日のランキング以外にもおすすめの曲があると思いますので、何かご存知の方はですね、ぜひコメント欄に書いて教えてください。ちょっとね、ランキングに行く前に告知があります。2020年11月7日土曜日に林翔太郎ギターリサイタルを開催することになりました。こういうねコロナの状況なので、会場の方から最初は30名限定でお願いしますと言われていたんですが、50名まで OK と、連絡を先日いただきましたので、50名様、先着順で限定でやらせていただこうかなと思っております。まだまだコロナの影響とかもありますので、感染症対策バッチリやって、開催しようと思っておりますので、皆様もし、来れそうな方はですね、よろしくお願いいたします。ということで、今夜も翔太郎 YouTube ラジオよろしくお願いいたします。はい、それではランキングのコーナーに行ってみたいと思います。さあ、お待たせいたしました。クラシックギター初心者におすすめのおしゃれな曲トップ10を発表していきたいと思います。このランキングでは、始めて間もない方から 1,2 年後の目標に設定できそうな楽曲までを、クラシックギターのオリジナルの曲からセレクトしたものです。それでは早速ランキングに参りましょう。 No.10 11月のある日。現在のクラシックギターの重要なレパートリーを生み出し続けているキューバの作曲家レオ・ブロウェルの代表作。中間部分が難しすぎる場合は、前半だけでも十分に楽しめる作品です。フェアウェル。ブラジルの世界的ギタリストセルジオ・アサドが1994年公開の日本映画夏の庭のために書いた作品。時折隠し味のように現れる日本の音階が、和のテイストを引き立てる独特な世界観と絶妙な難易度が特徴。時間を忘れてギターに没頭してしまうことでしょう。Number 8。 組曲異端調よりガボット。
今から約300年前のバロック音楽のスタイルで書かれた曲ですが、実はメキシコ近代の作曲家マヌエル・ポンセによる作品。小声派やストレッチなどがおしゃれな曲の中でできてしまう一石二鳥の楽曲です。No.7 鐘の響き。ブラジルのギタリストペルナンブーコによるショーロ。明るくリズミカルな曲に挑戦したいあなたにぴったりです。No.6 スペインの城よりトリーハ。トリーハとはスペインに実在するお城の名前です。なんともキャッチーな出だしに一瞬にして心を奪われること間違いなしの一品です。No.5 アンダンティーノ。アルゼンチンのギタリストサグレラスによる短いけどめっちゃ癒される作品。右手の伴奏部分のアルペジオと左手の練習に効果は抜群。後半の出だしが何ともたまりません。最高です。No.4 夢。さあ来ました、バルセロナ代表フェルナンド・ソルの登場です。作品ナンバー 35-17、 別名夢と呼ばれる大人気のエチュードです。フェルナンド・ソルはクラシックギター古典期における最も重要な作曲家の一人です。Thank you.
3愛の歌。シンプルな旋律とおしゃれな和音が溶け合う佐藤博一さんの作品。シャープが分かれば絶対弾けます。保証します。Number 2 Snow Flight。 アメリカのギタリストアンドリュー・ヨークによるアルペジオの練習曲。強弱や緩急のある表現を身につけるのにも効果は絶大です。ちなみにアンドリュー・ヨークの代表作といえばサンバースト。テレビ CM などでも使用されています。さあ、第1位はアルバムの綴り、佐藤博一さんの作品。カノン進行と開放弦を効果的に使用したギターならではの響きが特徴。これを弾けば全世界があなたの虜になること間違いないでしょう。それでは佐藤博一さん作曲、アルバムの綴りをフルサイズでお送りいたします。はい、という感じです。トップ10いかがだったでしょうか。まあ、これを機会にクラシックギター始めてみようかなという方、とか、目標にする曲を探してた方の、参考になればいいなと思って今回の企画を、やってみました。本当にもう独断と偏見によるランキングなので、他にも絶対いい曲たくさんありますので、見つけた方はぜひ教えてください。
まあ、楽譜についてなんですけど、まあ、おそらくインターネットで検索すればですね、すぐに見つかるような曲ばかりだと思いますので、ちょっとね大変リンクを一個一個貼るのもすごい大変なんで、この辺で、勘弁してください。翔太郎 YouTube ラジオでは皆様からの質問、それからこんな企画をしてほしいなどアイデア募集しておりますので、ぜひコメントよろしくお願いいたします。それからチャンネル登録、よかったら高評価もぜひぜひお願いいたします。それでは今夜はこの辺で、またね。